クルガン仮説。クルガン仮説は、ロシア南部に存在した、クルガン文化が、インドヨーロッパ祖語の話し手であったとする仮説である。1956年に、マリア・ギンブタスは、彼女のクルガン仮説を、クルガン考古学と言語学を結びつけて、現インドヨーロッパ語を話す、人々の起源に位置づけて提唱した。ギンブタスは、明確な紛糾、クルガンを伴う紛母を持った。 文化を仮に、クルガン文化と呼び、クルガン型のフンキューボがヨーロッパへ伝播していったことを突き止めた。この仮説は、インドヨーロッパ語族の研究に重要な影響を与えた。ギンブタスを支持する研究者たちは、クルガン文化には、紀元前5000年期から紀元前3000年期に、ステップやヨーロッパ南東部にいました。現インドヨーロッパ語族の民族的特徴が反映されていると考えている。 クルガンが原因のヨーロッパ語族のものであるというクルガン仮説は国会の周りに広がるポントスイコールステップ全体に全身的に広がっていくクルガン文化を想定しているそのうちクルガン4期とされるのはヤームナヤ文化もしくはタテアナ穴墓文化に否定されているステップを越えて広がるクルガン文化は高度に発展した文化となり紀元前2500年前後では 西方では、バルカン半島に住み着くことになるゲギリシャ人の、九条アンフォラを伴う文化、九条アフォラ文化となり、東方では、インドイラン系の遊牧民文化を形成した。馬の家畜化は、馬を使用した戦車を生み出すことになり、クルガン文化を大きく変貌させ、クルガン文化が、ヤームナや地方全域に波及するのを促進させた。このことは、クルガン仮説において、 国会周辺のステップ全体に現インドヨーロッパ語族が広がっていき、後に地域ごとに異なる方言として言語が多様に分化していった契機となったと考えられている。現況と考えられている場所は地図上はボルガ川の近くであって、最初に乗馬という習慣が発生したと考えられる場所とされている。そしてこれは最初のインドヨーロッパ語族内味。 先行インドヨーロッパ語族の核をなす民族の発生した紀元前五千年期に対応するものと考えられている。銀ブタスはクルガン文化を四つの連続する時期に区分する。そして三つの拡大の波があったと考えている。銀ブタスはヨーロッパにおけるクルガンを伴う球場アンフォラ文化は第二の現況であると考える。それが 紀元前2300年前後にヨーロッパ中部及び南西部に広がる金城、ピーカー文化と中北王に見られる縄目分土器文化に分離し、究極的にラテン人、ケルト人、スラブ人、ゲルマン人など、そしておそらくバルト人もになっていった。一方、その他のヨーロッパ民族では一部消滅したものもあったが、バルカン半島や中央の小民族、 ギリシャに侵入した厳密系ネジンも、前日の球場アンフォラ文化の担い手であった、可能性がある、考えている。ギンブタスは、クルガン文化の拡大を、純然たる悪意と、軍事的な侵入によるものと考える。つまり、古ーロッパの平和な母建性、女性の主張性が、新たな戦士の文化を押し付けられることによって、拡張性にとって変わられるようになったというのである。この過程において、 彼女は、防御性集落、丘陵上の鳥で、戦士としての俗調の墓の出現を挙げる。古ヨーロッパがインドヨーロッパ化する過程は、物理的な転換ではなく、文化的なものであったが、この文化的転換は、新たな統治システムや侵入者の言語や宗教が、土着の人々に強制されたことにおいて、軍事的な勝利と理解されなければならない。と彼女は述べる。 ご半生において、銀ブタスは、地中海世界の地方信仰が、ゼウスの語源に見られるような言語的に、軍事的性格を持つ、雷人信仰に代わる、この文化的転換がより暴力的に行われたことを、ますます調べするようになった。これは、フェミニスト考古学の形成に係る、特有の議論である。インドヨーロッパ語族の移民説を受け入れる多くの、研究者は、 インドヨーロッパ化への移行は、ギンブタスが考えるよりももっと平和的で前進的なものであったと考えている。現インドヨーロッパ語族の移民は、確かに突然で、共同的な軍事行動ではなかったが、まとまりのない雑多な民族や文化、何世代にもわたる勢力の拡大であった。しかし、インドヨーロッパ界への定着が、古ヨーロッパ文化と、どの程度平和的に融合していったのか、または、 暴力的とさえ言うるほど強制的に置き換わっていたのかは、クルガン仮説の支持者たちに間での論争の課題となった。ジェームス・マロリーは、クルガン仮説をインドヨーロッパ語族の起源についての事実上の定説として支持した。しかし、ギンブタスの軍事的侵略による変化というラディカルなシナリオに対して妥当と言える批判を加えている。 軍事的侵略とか文化の転換というような議論は、大体において、クルガンの分布の拡大に言及することを除いた、場合には、非常にうまい説明になっている。ドイツの考古学者であるアレクサンデル・ホイスラーは、ギンブタスの考えている、オードボ文化や縦穴墓文化など、いくつかの独自の文化が融合したものとしての、クルガン文という概念について鋭い批判を展開してきた。ただし、 縦穴墓文化では、埋葬にオードを他に比べてはるかに大量に用いており、現在では、オードボ文化と縦穴墓文化は、用語としては、同じ文化区分を指。クルガン仮説のシナリオは、インドヨーロッパ語族の起源についての最もな、答えとして、広く受け入れられてきたが、あくまでも、推論の意見を出ていない。インブタスのクルガン仮説に対する主要な代替論としては、 コーリン・デンフリューによるアナトリアを言教としてインドヨーロッパ語族の言語の広がりは農業の普及の結果であると考える説である。この見解はクルガン仮説のような約6000年前という見解とは全く異なって約1万年前頃がインドヨーロッパ語族にとって活気となる重要な時代であったと考える説でもあるのだが言語学者の間では 言語年代学上の根拠のみならず、インドヨーロッパ語族が分岐して、地理的に広がっていく過程から考えても、農業の発展と関連づけるのは難しいことから、クルガン仮説よりも支持を得られていない。バイセン体派プロタイプ SNP マーカー R1A という特殊な遺伝的形質を持つ人々はいくつかの点で、クルガン文化と関連性がある。この遺伝的形質は、 中央アジアから西アジア、インド、イラン、ヨーロッパ中部や東部のスラブ人、ヨーロッパ北部のスカンジナビア人に最も頻繁に見られ、その周辺に向かってだんだんと稀になっていく特徴である。ヨーロッパで全般的に R1A が最も顕著に出る民族集団はスラブ人、ついでスカンジナビア人、デンマークを除くである。特に戦死時代に 旧条アンフォラ文化の中心地であったポーランドでちょ、スカンジナビアではノルウェーで顕著である。一方、この R1A はヨーロッパの最西端にあたるバスク地方、イベリア半島西部、ブリテン島西部といった西からの団系の家系が社会的支配層、すなわち上流階級を除くとほとんど入り込まなかった地域には広がらなかったようである。オーネラセミノなどの研究者によると、 バスク人など EU18 に属するハプロタイプの人々やハンガリー人やウクライナ人に見られる EU19 に属するハプロタイプの人々は2万年前から1万3000年前の最終表記、ビュルム表記にアフリカからイベリア半島を経由して移り住んできたことが確かめられたとする。そしてパキスタン、インド、 中央アジアに見られる EU19 に属する、ハップロタイプの人々が移り住んだ範囲が拡大していく、こととクルガン文化の広がっていく過程と関連づける。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。